様子が今映像で映りました。それを見た東京オリンピック日本代表の田中大輝の姿があります。まあ、今週本当に織本武彦は照文さん、はい、追い込んでましたもんね、練習で。いや、相当追い込んできたと思いますよ、まあ、本当に最後の試合だっていうのもあるんで、まあ、自分が主役だっていうのもありますから、まあ、しっかり体作ってきたと思います。兄として近くで見てて、最後のこの引退試合にかける意気込みってどう見てたんですか？いや、本当に、さっき言った爪も伸ばし始めたんで、本気だなっていうふうには思ってました。はい、その織本武彦が満を持して登場。その爪を伸ばし始めたというエピソードもありますが、右手の中指の爪を伸ばしてシュートを打った時にシュッという音がすると、今日のシュートは調子がいいと本人は判断するということです。はい、今日はその音が橋本さん何度も自身で聞こえるといいですね。もうそれを僕も願うばかりです。シュートタッチの良さは間違いないんだと、チームメイト、今日のチームメイトの佐古健一は話をしていました。ただ僕はシューターではなくスコアラー、スコアラーとして点をしっかりと取りに行きます、そう話をしていました。ファーストポジションは現役チーム、チーム9です。五十嵐から櫻井、櫻井がスリーを打ってきた、いきなり決める。織本武彦と15シーズン共にプレーをしていた櫻井がまずは挨拶代わりに、あ、そしてその櫻井が織本に対して、あ、いや、もう1本ある。これは来ますね、これは来る、はい、ようやくさ、やっぱりチェックがあった方が入るんじゃないですか。 それもあるかもしれないですけど、はい、織本選手は、はい、福島県出身の人ってみんなバスケットやってる方、渡辺拓磨さん、みんな尊敬してるって言ってますからね。ああ、そうなんですね。来ましたね、ここで。その渡辺拓磨が決めました。にもすごく嬉しいと思います。ここで櫻井から外に出して田中大輝はどうか。来たー。さすがですね。先ほどのディフェンスを見ても、織本武彦 その力を引き出すような照文さん、櫻井のプレーですよね。いや、本当そうですね。普段こんなに入ったの見たことないんだけど、よく入りますね、今日本当に。もしかしたら一番気合入ってるんじゃないですか。あ、それはあると思います。うん、また持ってない動き、橋本さん、オフボールの動きも注目なんですね。はい、やっぱりこの止まってから動くっていうのは本当に上手ですし、はい、このスクリーンからのポケットパス、もうこれは本当に若い選手も見習うべき、プレーだと思います、ね。ここでまたスクリーンをうまく使って外に出してもう一度フィードウェイのシュートが決まった。強い。第2クォーター残り5分を切りました。ここで90秒間のオフィシャルタイムアウトです。盛り上げるための3面クロスですね。竹内ジョージのシュートは決まらない。早いですね、やっぱり。まだ早い、はい、朝山今日はシュートタッチがいい。今日2本目のスリーを決めてきました。今度はジョージとして、はい、比江島選手の素晴らしいプレーも期待してますんで、はいはいはい、よろしくお願いします。任せてください。期待してます。はい、ありがとうございます。後半も比江島ステップ期待します。はい、頑張ります。今シーズンの B リーグファイナル MVP 比江島選手、その比江島ステップ、比江島に関しては織本はもっと顔を出した方がいいのではと、そういったアドバイスも送ったということです。まあ、それがね、ファイナルではいい結果に結びついたんじゃないか。野口のシュートは来ませんでした。これはチャンス、走った方がいいですね。スクリーンを使った、これが織本のがポンプフェイクを入れて外に出す。味方を生かすプレーも得意なのが織本武彦。あそこで止まってパス出せるのはやっぱすごいですよね。やっぱり、はい、やっぱストップするって結構、2人に並んで真ん中で織本選手写真撮ってたんですけど、このスリーショットを写真撮れるのは俺だけだって自慢してましたからね。そうなんですか。はい、なかなかこれは撮れないよって自慢してました。あとテルさんぐらいじゃないですか、取れるの。そうだね。ここ
ので柏木に対して佐古健一の竹内ジョージノデチ最後はレバンガ北海道で織茂武彦に大変お世話になったと本人も話していた野口が決めました。楽しみですね。現役選手からレジェンドチームに移籍したオレンジ色のユニフォームが昨年の東京オリンピック日本代表で活躍した比江島と田中大輝です。ここで織茂らしいシュート、これで今日の試合14点、30点まではあと16点となりました。一気に現役としてやらっていらっしゃいますけど、一時代を本当に引っ張ってきた方がこうやって一緒にプレーしているっていうのは本当に感慨深いですよね。ここで織物盟友佐古健一へスリーポイントを決めた。これを見てさらに発奮するか。いわゆるノミニケーションも通して、はい、橋本さん本当にこの織物武彦はいろんな選手との交流ネットワーク持ってますもんね。いや本当にその通りです。いや今のプレーもフレアスクリーンからしっかり自分に引き寄せたところでパスをしているので、あのパスがね、はい、少しずれたか。今度は比江島に対してマークに行こうとしたが、比江島これです。日本代表の橋本さんもエースですからね。いやもう本当に長いこと織物は話をしています。ああこの折り返し田中大輝、田中大輝とマッチアップですね。マッチアップ、ここでどうするか。おファイトのマークに行っている押しているんではないかと。出ましたツーショット、 お箱出ましたね。これはお箱と言いますと、はい、やはりこのフェイクから相手を飛ばしてファウルをもらうっていうのも一つあの折茂さんの得点の重ね方なので、あ懐かしいなと思いました。このポンプフェイクでファールを、もうチームレジェンドに移籍した現役選手の田中大輝、比江島はもうずっとコート上に立ち続けそうですね。田口選手本当は憧れてましたからね、はい、ここで決めてきた山田選手はシュート上手いですね。2006年、エアボール、エアボールリングにも当たりませんでした。エンターテイナーですね、今のもエアボールによってまた会場がドッと湧きましたもんね。そうです、はい、あれは演出と思っていいんですか。ててはい、あのこれが引退じゃまたエアボールバスケットボール技術委員長、今度も織間が5本目のスリーはどうか、来た。これが織間武彦その姿。第4クォーター5分を切りました。ここで90秒間のプレーしている子どもたちにも、はい、その受け方で見てほしいんですね。そうですね、その、まあ、オフボールのところの動きもそうなんですけど、本当に最後フィニッシュに行くときのボールの受け方ですよね。これがどういう形になっているかをちょっと見てほしいですね。ここで佐古健一と織茂武彦のマッチアップがありました。高校2年が2人の初めての出会いでした。初めは佐古健一はもう全国区の選手だったので佐古さんと思わず呼んでしまったと回想しています。この織物の前で佐古健一が見せました。ミスターバスケットボール、バスケットボール、橋本選手、佐古選手動けるじゃないですか。全然だいぶもう多分これおこの激しいマークがまさにファンブースター待っていた。アドレナリン全開ですね、アイソレーションのような形になってもう2人の世界になってますね。このギャップを作った、これが織茂武彦33点、40スペイダーウェイ。今度は田中大輝が見せるか、外に出す山田、元日本代表の技。いや、いい試合になってきましたね。いい点取られましたね。織茂武彦選手としての時間少なくなってきました。残り時間1分少々、40点を超えてほしい。きたー、スリーポイント7本目、やはり見せます占領役者。今のは2ポイントでした。2ポイント40点、
行きましたね、やっぱり、はい、いや残り 10.6 秒、さあどういったデザインされたプレーか。背番号9に注目、竹内のスクリーンを使って1人かわしてジャンプショット、バンクショットは来ないか。ここで試合終了、万代の拍手に包まれました。80対76、織茂が移籍した現役チームチーム9の勝利。織茂武彦選手として最後の試合42点を挙げました。また今後は日本バスケット界のために、そして B リーグのために、そしてレバンガ北海道のために、そして僕を見捨てなかったこの北海道のために、そしてファンブースターのために一生懸命頑張っていきますので、引き続き今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。織茂武彦選手ありがとうございました。